名古屋市内のセルフ式ガソリンスタンド。危険物安全週間に合わせて、今日は消防による立ち入り検査が行われました。新しいですね、はい、このまま維持管理していただいて、はいはい、お願いします。ガソリンなどは危険物と言われていて、少しでも取り扱いを誤ると大きな事故につながりかねません。消防庁によりますと、ガソリンスタンドなど危険物を取り扱う施設では、おととし646件の事故があり、これまでで最も多い件数でした。ご自身でガソリンを給油できる点でとても便利なものなんですけれども、扱っているのは危険物でとても危険なものなので、取り扱いには十分に気をつけていただきたい。ではガソリンを入れる際に気をつけるポイントは。まず車のエンジンをしっかり止めてください。エンジンをかけっぱなしにすることによって、給油中のガソリンに引火してしまう可能性があるからです。そして給油する前に忘れてはいけないのが、次が最も大事なことなんですが、こちらの静電気除去シートに触れていただくことです。ガソリンは、静電気でも引火する可能性がありますので。ガソリンは他の危険物と比べて特に引火しやすい性質があります。例えばガソリンを入れた瓶に静電気を近づけてみると、蓋が飛び瓶の中には炎が上がりました。給油口のキャップを触る前に静電気除去シートを必ず触りましょう。給油口から、ガソリンの可燃性蒸気は、出ている状態ですので、そちらに引火してその周囲が炎症してしまう危険性があります。そして給油のノズルは奥までしっかりと差し込み、継ぎ足し給油は NG です。ノズルが止まった後にこのようにちょっとノズルを引いて、燃料タンクの満タンまで、燃料を足す行為のことを言います。ガソリンが溢れてしまうと、近くに火種があった時に引火してですね、火事となってしまう危険性がありますので、とても危険なことだと思います。また給油中は離れず、子供には触らせないことも大切です。何らかの原因でノズルが外れてしまってお子さんがガソリンを浴びてしまったという事例があるんですね。なので、お子様には給油行為を絶対にさせないようにですね、お願いしたいと思います。実はガソリン以外にも私たちの生活には危険物が。身近な危険物ですと、消毒用アルコールやヘアスプレー、またマニキュアの除光液など、さまざまなものに危険物が使われています。一体どんな危険が潜んでいるのでしょうか。料理をする前にまずどういったことをされますか。手を洗ってから、はい、その後この消毒用のアルコールを、はい、危ないです。消毒用アルコールは私たちの生活に欠かせないものですが、引火性の危険物でもあります。大きく燃え広がって火災や火傷に至る危険性があります。実際コンロの火がついた状態でアルコールスプレーを使っていたら、手に燃え移ってしまいました。目には見えないんですが、アルコールの可燃性の蒸気が出てますので、そのベトベトした状態で火の近くまで行くと燃え移ってしまう危険性もあります。ですのでしっかり乾かしていただいて、その後料理また火の近くに移るようにしていただきたいと思います。殺虫剤やヘアスプレーなどにも危険物が使われています。火の近くで使用すると、使用する際は十分に換気をするなどして、しばらくは火を使うことは控えましょう。
またこれからの季節楽しみなのがバーベキューですが、ここでも気をつけなければいけないことが。ゼリー状の着火剤を使う際には特に注意していただきたいと思います。継ぎ足した着火剤が飛び散り服に燃え移りました。実際に継ぎ足し行為をされますと、火のついた着火剤が周囲に飛び散って周囲の方が火傷してしまうといった事故が過去複数回発生しております。昼間ですと火が弱まったり消えてると勘違いしてしまって着火剤を継ぎ足してしまうということもありますので、その点も合わせて注意していただきたいと思います。私たちの周りに多くある危険物、しっかりとラベルを確認するなどして危険物と知ることが大事だと言います。危険物を使う前にまず何が危険物であるかということをですね、しっかりご確認いただいた上で安全な取り扱い、また火の近くでは絶対に使用しないといったことをですね、心がけていただきたいと思います。